なんと横澤チャンネル完全復活。収支がプラス65,237ドル出すことができましたよと。横澤ラスベガス復活編以上になります。無事ラスベガスから帰国させていただきまして、 WSOP に向けていろいろ弾みになってね、ある重要人物をですね、ほう待たせておりますので、迎えたいと思います。いくよ、はい、いくよ。ではどこに連れて帰るんだろうか。まあなんかさ、前々から思ってたんだけどさ、うん、好きでしょこういうの、何も言わずにどっか連れてくみたいなの。ワクワクするでしょ。あんまり良かったことないんだよね、このパターンで。ルーツオープンした時ぐらいじゃない、これで良かったパターン。あー確かにね。どこ着きました。ここなんですか。そう。え、私が。誰がいる。今からそちらに向かう。誰かいるじゃん、中に。はぁ、誰誰。覚悟いいですか。はい。ソータによく似た人が出てきました。ソータ、ソータの家ここ。僕ん家です。メイクセンス。はい、ということで二人を呼んだのは、はい、ある企画をやってもらいたいと思ってここに呼びました。はい。ソータくん。はい。いきなりですが、はい、昨日誕生日でした。おめでとう。そうだそうだ、はい、おめでとう。あの19歳だった少年が、本当だよ、あんなチンチクリだったのに。そうたくんは今年の WSOP に参戦できます。おめでとうございます。楽しみなんですが、そうたくんという完全初心者のギャンブラーに対して、うん、横澤という男はプロギャンブラーだと思うんですよ。この2人の実力差ってやっぱりとんでもない実力差があると思います。今回の企画はプロギャンブラーと初心者ギャンブラー100回ヘッドアップしたらどっちがどのくらい勝つのか。わーいわーい。100回。あ、はい、無理じゃない。まあこの企画2つの目的があります。どのくらいプロが勝つのかっていうのはちょっと興味あった、これ検証したい。でもう一つ目的は、ソータくんってこの1ヶ月でみっちりポーカー強くならなきゃいけないと思うんですよ。だから WSOP の期間までに横澤に特訓してもらいましょう。なるほど、はい、なのでこの100戦を通してソータは強くなる、日本最強の男と完全初心者の男がどのくらい実力差があるのかっていうのを知りたい。みんな知りたいよね。知りたい。変なの出てきたな。ということで、はい、100戦するにあたって特別支給品がございます。はい、じゃらーんということで来ました。で、ヘッズアップなんですけど、特別ルールとして 15BB のヘッズアップ、いわゆるショートスタックという、まあ、15分から30分ぐらいで、まあそのぐらいだ、はい、終わるヘッズアップをお二人にはやっていただきます。ヘッズアップで勝率 60% 超えるのって結構難しいんだよね。おー、なるほど。意外と 15BB ってなるとさらに実力差がちょっと縮まるから、 55% でもめちゃくちゃすごいみたいな感じか。そうだね。そんな中でじゃあ目標は、ああでも勝ちたいよね、相対手だったら。なるほど、うん、目指せ 50%。 今の話聞くと 50% であるのかな。50を超えることは絶対に無理そうだなって思ってるのかな。ということで、はい、1ヶ月間挑戦してもらいたいと思います、相対には。はい、頑張りますか。倒す、当てないぞ。レッツギャンボ。というわけで早速ですけども、記念すべき初戦ということで、はい、本当はねボタン決めが最初あるんですけど、くれてやる。いいんですか。はい、行きます。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、2000でレイズします。落とします。チェックです。2000でこうします。コールでジャック。なんかでもあれだね、こうやって家でテーブルでポーカーするの初めてじゃない。確かに。でも元々はさ、やっぱ俺もヒロキもここからポーカー始めてるわけじゃない。そうだね。覚えてる、俺の家に来てさ、地べた座ってさ、激世話の家、激世話のとこでポーカー遊んだことあんのよ。テーブルトップみたいなだけあって、段ボールを4つ足にして段ボールの上に乗っけて、ぎゅうぎゅうよ。そう、これをすっ飛ばしてきてる。そう。カル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 。キーン。うわあ。で、こった。あ、ピッチ。うわあ。
か持ってるな。降りていいのかな。おう。お、勝負だ。エレステン。じゃあ強っ。え？もう。あれ？一戦で負けるのか俺。A さんですね。強い。これはダメかもしれない。キング、キング、クイーンでお願いします。あ、一戦目負けたんだけど、ちょっとこれ一回負けた瞬間急に悔しくなってきたな、なんか。横澤の勝負師の心にうわっ、かけるか。行け行け、ガーうわー、あー甘い。終わった終わったー、もらえたー、なんかやばい。2連敗してしまう。こうお願いします、お願いします。いった強い、よし、あーよっ、あー、もう帰る。もう無理。よしよしよし、勝てないぞ。よし、もう勝たしてよ簡単に。トラップでストレートできてたよ。どっちじゃない。知った。ゴールインこんな負ける、もうやだよし、あーもう無理。もう 50% なんて全部勝ってるの、マジで。もう無理だ、マジで。これよし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 、さすがに頼むよ。うわー、うわ、えぐい、マジでえぐい。そんなことある、これやば、えぐいわ、これやば、これやば、えぐいって。これビギナーズラックですね。これビギナーズラックの検証動画です。検証動画やったの。ビギナーズラックはあるのか。ありそうな気配あるな、今のところ。強い強い、そうだ。うわぁ、クラブがある、クラブが、うわぁ、ついに勝った、勝ったはい、ということで4勝6敗ね。現在4勝6敗でソータ6勝。いやぁ、これで 10% か、まあ、とりあえず10戦やってだいたい5時間ぐらいかかりました。でもめちゃくちゃ暗くなってるもん、外も。ということで残り90戦やっていきたいと思います。頑張ります。絶対勝っても負けないから、マジで。11戦目からやっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。あ、本当？さすがに。なんか6割ぐらい勝ちそうな感じがするけど、結局。おお。さすがに。そうだね。
俺やばえぐやばいこれ全部全部今やばい嘘でしょ盛大な振りだったんだけど8あさすがにねコーリングステーション意識高いでしょ意識高いいやいや、なんかさ、スラブクラブクラブとか。お、やばいこれ。これやばい。これ結構やばいマジで。おーやばい。たまにはそういうのもいいじゃん。確かに。うん、今までね、うん、やられすぎたから。たまにはね、たまにはそういうのもね、いいよね。せさあどうなる？やばいよドローです。あ終わった。七、四、おっそれそれ六月六。ラッシュ、ラッシュ。出た。というわけで、ヘッドアップの続きやりましょうか。やりましょう。今の結果を発表してください。15戦してて、僕が10勝、横澤さんが5勝になった。嘘つけ嘘ばっかついてさ。ちなみに今の時刻なんですけど、はい、12時40分です。お疲れ様です。お疲れ様です。やりづらいのとやりやすいので全然ストレス違うね。やっぱポーカーテーブルってやったら全然苦じゃなかったもんな、マジで。ジャック、なんもない。やった、なんでそんなひどいことできるんだよ、あなた。ホーマンのようだね。ん？あ、カーペットみたいなの持ってきてる、あのこの人。これはですね、はい、ポーカールームで開発中のオリジナルポーカーマットの試作型だ。すごい。やっぱみんな家でポーカーするときにリビングのテーブルとかでやると思うんだけどさ、硬いのよ。やりづらいね、めっちゃ。そう、買ってくれ、これ。ちょっと一旦試すか、まずは。あ、すでに良さそう。本当？うん、あ、全然違う。全然違うわ、これ。全然違う。レッドです。ありゃりゃトゥーペア&フラッシュだろ。わーおー、やったよし、落ち、勝てない、やったー勝てそうなハンドではあるよね。うん、あ、わかった。いや、からの、うわうわやばやらせじゃん。ねえ、やばくない？何それ。え、221キロカロリーしかないよ。しかないってない。おにぎりよりあんじゃないか。おにぎり食ったさっき。これこれやばい。え、お願いします、お願いします。お、おお、お、え、うわぁ、もう無理だ。もう絶対勝てないよ、もう。なんかね、うん、尋常じゃないぐらい良いんだよね、こうさっき。やっぱりこっち向いて、どうも皆さん見てください。首のはい、これめんどくさい。自ら首を締めていくスタイル。勝ったー、来たよ、うん、枯渇してるよ、うん、枯渇してるよ。なんで俺は引けないの、絶対に。やった、うわもうこの人嫌です。僕勝ちです。ほら聞いた、しゃー、俺はラッキーだー。あー、これはやばい。よしよし、でー、きたー、俺の時代だー。はい、というわけでここまでの勝率というか勝敗は、僕が19勝、横澤さんが16勝です。お、結構なんか近づいてきたね。今勝率何パー？3パーです。54%対45%なんで、今日中に折り越す。というわけで36戦目、いざ尋常に。お願いします。
まあ今回 15BB のヘッズアップっていうかなりショートスタックでのルールでやってるんだけど、やっぱね思ってはいたんだけど、運のゲームだとはもちろんそれ以上にやっぱり運の要素強いゲームだなっていうのは超思っていて、ラッキー分をスキルで埋めるみたいなことができてないなっていうのは悔しいところではあるかな。一言で言うならラッキー。俺のプレイから学んでるのかもしれないし、なんか考えながらやってて慣れてきたのかもしれないんだけど、その20個あった弱みが今は10個しかないみたいな感じになってきてるから、まあ、上達は絶対してるなっていうふうに思ってて、正直全然わかんないんですよ。さすがプロって感じです。まあ普通に勝率 50% は絶対超えると思うし、体感 55% ぐらいまでは持っていけるかなって感じはするので、あんまりプレーは変えずにやっていきたいですね。関係な、あの1戦目のヘッズアップから今に至るまで 3.5 キロ痩せてます。僕はこれ WSOP までにもうあと5キロぐらい痩せて、あのシュッとした状態でラスベガスに挑みます。目指せ勝率 50%、 あわよくば 51%、 頑張ります。世界の横沢がなんで世界の横沢っていう風に呼ばれてるのかを残りの50戦で颯太に思い知らせてやろうと思います。